いいな。熱烈ファンがいて。だからお前、ファンが放送局のやつすごいよ。これを生かさなきゃ。はい、皆さんこんばんは。今日はですね、4月の18日木曜日、ワンの組の時間でございます。今日ちょっと BGM の調子がちょっとね、いまいち調子が悪いんですから、思いっきり無音状態になっちゃったんですけど、普段はいつもはちゃんと言うことを聞いてくれるんですけどね、今日は一体どうしたんかなというふうに思っております。まあ、今夜はですね、実はちょっと特別な日でございまして、実は皆さんもよくご存知の、果物屋さんのひこちゃんが、はい、今日はゲストとして来ております。ひこちゃんどうもいらっしゃいませ。はい、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。いい正月デイビル。あ、はい、もうお正月終わりましたね。終わってますよ。もう旧正も終わってもうシーミーですね。そうですね、はい、あとどのぐらいしたらクリスマスが来るかなそうですね、思ったりするんですけど、はい、はい、毎年毎年真っ暗な部屋でクリスマスの HK 仮面さん、こんばんは。こんばんは。やっぱしあれですか、暗い部屋でモニターが恋人っていうのは、いやいやいや、嘘でもないですかね。いやいやいや、違うんですか。違います。期待もしてしまいます。そしてもう一方ですね、いつも高らかな笑いでラジオに言わせていただいております、タカさんでございます。こんばんは。はい、こんばんは。はい、ということで今日もこの3名でね、お聞きしたいんですけど、はい、しかし、わしらの BGM 用の、あれはどこに行ったんですかね。そうですね。あそこのボックスにないってことは誰か持ってった、まあ、マニアっていうか。あんなの持ってっても全然意味がないと、私思っちゃったりもするんですけどね。なんかHK さんがこっそり隠し持ってないかどうかっていうのがちょっと気になるんですけども。持ってないんですか。もしかして車の中で聞いてないですか。いやいやいや、そっちはないです。いやいや、本当ですか。それと、今日はですね、ちょっと特別な日でございまして、実は昨日、はい、我が、番組の、はい、アシスタントというか、サブのキャスターをしていただいております、タカさんが、なんと、40歳の誕生日でございました。タカ、はい、さん、初めまして、おめでとうございます。あ、まあ、今日はですね、タカさんに、またプレゼントも届いていますので、後ほどですね、タカさんのお渡しをしていきたいと思っておりますけど、まあ、送り先が、中佐という。またなんか、どんなものを、ね、の送ってきたのか、ちょっとまた、後で開けてみないとわかんないんですけど。あ、その中佐からですね、はい、メッセージが来ています。はい、福岡県よりこんばんは、ボギー中佐です。ボギーテドコンさん、タカさん、そして今日もスマホは友達の、ヒアコウサクさんこと HK さん、こんばんは。早速ですが、お誕生日迎えられました、タカさんに贈り物がございます。皆様で楽しんでいただけたら幸いです。今回も工夫を凝らしたものを用意しましたので、よろしくお願いしますということで、今から非常に気になります。さて、沖縄3区補選も佳境を迎えて、4月21日投票日と伺っております。まあ、こちら、中佐は、福岡県在住なんですけども、やはり、まあ、内地の方からも、気にしてくださっております。ありがたいですね。はい、これだけも沖縄気になさっているか、もう本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、沖縄3区有権者の私としても、ぜひ、
本当に、多くの人に、投票に行っていただきたいなというふうに思います。そうですね。で、あと、追伸ですが、5月のゴールデンウィークに私、沖縄入りですが、ある方に、ワンヌームにラジオ出演を依頼しましたが、残念なことに今年5月、今回5月は、沖縄にその方がおられないということでしたので、今回は私だけの参加と相なりました。うん、また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。はい、もう本当それでは改めまして、タカさん、お誕生日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ということで。中佐には本当、感謝ですね。ありがとうございます。はい。いやー、しかし中佐もこうして毎回毎回ね、うちのメンバーが、なんか誕生日のたびに、楽しいものを送ってきてくれるんですけど、うん、まあ、一番お受けしたのは、HK 仮面の時のね、あのケーキだった。あのケーキに映っていたあのパンツかぶってる2人の姿っていうのが、あれそのまま持って帰って本当に大丈夫だった思ったんですけど、大丈夫だったんですか、地形カメラさん。大丈夫、大丈夫です。いや、ジェスチャーだけで示しても、ラジオ聞いてる人は分かんないでしょって。大丈夫です。これラジオなんだ。ラジオで、マイクの前でね、OK マーク出されても分かんないですだから君ちょっとさ自分が覚えてるだけでも3回目なんだけど、同じようなこと。まあ、またスタッフに怒られます。スタッフに怒られますって。君、いつもスタッフまで笑わしてるじゃないか。ね、今日また放送事故寸前のことをまたやらかすんじゃないかと、ちょっとビクビクしてたりするんですけどね。うん、今日は大丈夫そうですか、HKさん。頑張ります。大丈夫なように。安全運転で。平常運転で頑張るそうです。平常、ピョンヤン運転。いやー、今日も本当に HK さんなかなか弾けてるんですけど、なんかいいこともあったんですか？いやいやいや、いいこといっぱいあるでしょう。ね、ゆきんちさんからね、いろいろね、あったりとか。ね、あと、たまに見てますよ、動画。デレデレして。肌と肌が触れ合って電気が流れた人の、ときめくらしいです。いやー、キャッカです。キャッツ。早かったね、キャッカが。なんか、好きよ、好きよ、もう、キャッカのうちっていうふうに聞いたことあるんだけど。好きよ、好きよ、キャッカのうち。やっぱり、そうなんですか？いやー、すごいな。でもなかなか自分にはできないことなんですけどね。やっぱり、タカさん、電気って流れるんですかね？まあそうですね、まあ、敏感な人だったら、静電気とかに反応して流れることもあるそうですね。おー。流れちゃうわけですね。おー。やっぱり、HKさん、ガンガン流れたんですか ?200 ボルトぐらい。敏感ですか？いやいやいや。敏感。敏感ですか？人からは、そんなの、流れたとかそういうのないですね。おー、そうですか。ただ、金属のものとかだと、バチッて来るときあります。例えば、辺野古のフェンスとか。フェンスに横断幕がついてると、君燃えるらしいよね。そこに、名護の市議会議員が来ると、もっと燃えるらしい。あの人、どの人顔をくっつけて、東京の人にエキサイトするらしいんですけど。大丈夫ですか、君。はい、今日も喋るたんびにタカさんマスクが膨らんだりしぼんだりするところがすんごいいやらしいんですけどね。今日は黒じゃないなくて白のマスクっていうことは何か意味あるの？いや、特にないです。でも君みたいな風景の結構基地の前にっていっぱいいるよね。いますね。今日も確か新宝さんの動画で流されてましたけど、君とそっくりな人が運ばれてたよ。もしかしたら今日初めてツイキャスした、見た人の中に、まあ君は活動家と勘違いした人がいるかもしれないよ。どう見てもね、高橋さん、これでクバガサかぶってたら完璧ですね。完璧ですね。あと帽子でもタオルを横にこう、スフィンクスみたいにやってると結構来てますよ。あ、はい、タオルね、はい。それとマスクも、もうちょい汚れした方がいいかな。汚れして呪いって返すの完璧だけど、ね、君すごいこれで受けるよね。大好きなのもしかして呪いのマスク。そう、呪いのマスク。呪いのマスク。あれ着て県教育庁に行ってみたらどうかななんて思ってました。それつけてたりいるらしいですからね。うん、本当沖縄ってのは面白いですよね。はい、いろいろ面白いですね。しかしね、本当にもう、ひこちゃんの沖縄っていうのは今、はい、
はい、いろんなね、まあ、政治的なもので、ガチャ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 やってますけど、うん、本当はいいところもいっぱいあるんですよね。そうですね。やっぱり、まあ、なんていうんですかね、やっぱ、まあ、毎週日曜日になると、まあ、どっかで、今の状況でした、あの時期でしたら、もうビーチパーティー始まってますからね。うん、やっぱりあっちこっちもビーチとか新しくできたりとか、はい、まあ、最近だったら波の上の海空公園とか、バーベキューとか、結構やる方多いんで、まあ、その、なんていうんですかね、ああいう、みんな、やっぱり、普段はやっぱり仕事でみんな一生懸命やってるじゃないですか。それを、要は、日曜日みんなで集まって、そのストレス発散というか、まあ、みんなでいろんな話し合って、また明日からも仕事頑張ろうねっていう感じで、みんなそれぞれ語り合ったり、まあ、いろいろやってるんじゃないですかね、もうこの時期になると。そうですよね。特に夕方なんかね、サンゴさんよく配信してるんですけど、この東シナ海に沈む夕日を見ながらね、はいはい、潮風に吹かれて、まあ、三線奏でたり、はい、ちょっと冷たいビールでも飲んでね、サーフ風になるっていうのも本当にいい、そうですね、ですけど、なんかもう最近この政治絡み、基地絡みのことで沖縄ってガチャ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 してて、昔の沖縄ってこんなじゃなかったなって私思ってるんですけどね。うん、本当そうですよね。うん、確かに、ね、賛成や反対が右向いたり見たんだけど、うん、こんなにまでいがみ合ってなかったと思うんですよ。本当そうですね。選挙の時にはやなやっていう顔しても、選挙終わったらお互いにね、うん、ニコニコしながら一緒に酒飲んだりとか、そういうのがあったのに、うん、今じゃもう完全に親の敵状態になっちゃって、うん、ね、と残念ですね。まあ、特にあっち系の人たちの誹謗中傷っていうのはとにかくひどい、うん、ね、この誹謗中傷どころかもう人格攻撃、うん、はい、そして殺人予告までしてくるような人たちも中にいますからね、うん、まあ、そういった人たちが平和平和って言ったって私ちょっと信じられないななんて思ったりもするんですよ、ね、やっぱり一般の人はそういうのをもう考えるゆとりがないんですよ。もう仕事に追われてて、うん、やっぱりで、また仕事の次は要は友達の付き合いの飲み会とかいろいろありますから、やっぱりこういうのはやっぱりなかなかね、普通では考えられないですよ。まあ、そう、だからね、こんな状況になっちゃったから、うん、飲み会とかね、友達の集まりとかで政治的な話全くできなくなっちゃったんですよね。うんうん、前タクシーの、ね、運転手さんの中では、客と野球の話はするなっていうのがあったんですけど、うん、結局どのチームを応援してるかが分かっちゃうと喧嘩になるかなっていう話があったんですけど、うん、今じゃ沖縄県民、このね、基地とか、オスプレイとか、埋め立てについて何か言うと、うん、ね、すぐ攻撃されたりとか、うん、時にはもうね、誹謗中傷を受ける。名護では名護のタクシーの運転手さんが、基地反対派の活動家を乗っけたらですね、この活動家がこのタクシーの運転手さんの、言葉に激怒してですね、この会社名とか運転手さんの名前を、右翼って言って公開したりした、前例がありますからね。これってちょっとやりすぎだと思うんですけど、HK さんどうですか？まあ、考えが違うからって言って名前公開されるのってどうなのかなって思いますね。まあ、人それぞれですし、うん、はい、そうですよね。あと、まあ、これも県外から来た活動家なんですけど、前にブルーシールさんがね、アメリカ人の軍人さんに対してサプライズのなんか、はい、セールをやったら差別だっつって大騒ぎをしてね、うん、不買運動するぞって半ばま脅迫をしてこのイベントを潰してしまったっていうのもあったんですよね。はい、だからこういったのを見るとなんかね、右も左も本当になんか外から来た人たちがガチャガチャやってるんじゃないかっていうふうに思っちゃったりしますし、実際にこの私いろんなね、調査のために辺野古とか高江とか行きますよ。はい。やっぱり現場主義ですからね。そこで感じるのは、やっぱりこの主導的立場にいる人たち、例えば現場で指図をしたり、いろいろ作戦を考えたり、メディアに出てきてね、ご高悦をぶるのは、
そのほとんどが県外から来た活動家の人たちなんですね。そうですね。これ沖縄県民の皆さん、ちょっと立ち止まって考えていただきたいのは、よくね、半基地の記者会見とかやるときに、ね、明らかにうちなんちじゃない人が前に出て喋ってるじゃないですか。はい。北なんとかね。はい。そういった、まあ確かにすごいね、知識のある人だと思いますけど、まあそういった人たちが前面に出てきてやってるのにね、うちのあのことはうちなんちゅうが決めるなんて言われても全然説得力がないんじゃないかと。で、辺野古のブロックつみつみの時も、県外から来た若い活動家たちは、このね、ブロックを積んでるのは地元の、まあ、うちなんちゅうのね、じいさんとかばあさんだったんですよ。一個一個ね、よいしょって積んでる。それを、まあ、県外から来た若い人たちが一生懸命スマホとか、ビデオで撮ってるのを見たら、これなんかやっぱ違うよなーなんて思ったんですけどね。うんうん、どうでしょう、こういうのは。なんか、こうやって、沖縄の様子だって言って、スマホで流してる人たちが、実は県外から来た人で、どんどん沖縄のことを伝えるから、カンパくれとか、そんな風になってるんじゃないかな。これ、最近はカンパーと呼ばれてるらしいですね。カンパーじゃないですよ、はいはい、カンパー。カンパー。ね、ラッパーじゃなくて、カンパー。カンパーです。カンパーです。すごいですね。沖縄に来て、そういった半基地の動画配信するだけで、食っていけるんですからね。うん。なんか、受信料とか、可視化とか言ってましたよね。受信料。あとそのカンパーの人も、なんかテルコンさんを悪者にしてましたね。証拠もなく。うん。まあでも、後になってちゃんと、一応は、上から目線の謝罪をしてたんで。なんか、本人に直接謝罪はなかったんですか？ないですよ。だから俺ブロックしてるもん。人力車引っ張るんじゃなくて、お金引っ張るのか。あ、うまい。うまい。うまい。もう、座布団2分の1だね。もうさっきからこれで受けようと思って、君、ブルブルしてる。よし、いいよ、よし、今いいよ、今いいよ、みたいな。そういうとか見えちゃう。私とかね。はい。まあでも、こういった人たちは、県外からの人たちですね。うん、そういったのが、沖縄の可視化なんて言われても、やってることって言ったら、いわゆる半基地運動の手助けをしてるだけでね、うん、何も、だからもう結局沖縄の人はもうそういう寒波とか何も発想ないんですよ。もう本当に生きるのに必死なんですよ今。そう。そう。あ、でもこの寒波のこの方ね、太郎くんなんだけど沖縄の人からは受信料取らないってなんか宣言してましたよね。受信料、何の受信料なんだ。可視化って言ってからなんか自分が逮捕されるところを可視化しちゃった人とか。ああ、そうです。生放送中にガチャリと手錠がかかる音をや聞こえてたんですけど、そんな人がなんか最近は警察と協力をして、どうのこうのって書いてましたけど、普段警察に対してね、罵詈雑言を浴びせたりとか、ね、敬意を払わないような態度をとっていたら、こんな時になんか協力してって言われても、絶対向いてくれないと思いますけどね。うん、はい。だから、やっぱり彼はまだ若いし、いろいろこれから学んでってね、もっともっと謙虚に、うん、右とか左とかそういうの関係なくね、やっぱり先輩方の言葉っていうのを真摯に受け止めて、口の利きをもっともっと気をつければいい若者に変わっていくんじゃないかと、ちょっと私は期待はしてはいるんです。まあ、たまに自分も彼の書き込みますけど、やっぱり、なんていうんですかね、やっぱりちょっとそういう部分はちょっと見えるんですよね。やっぱりすごい上から目線の部分ありますよね。まあですし、ただまあ純粋に何ですかね、まあこれ言ったらあれなのかけど、イデオロギーよりサータンダギーっていうフレーズを彼使ったことがあるんですよ。おお。だからそういうなんていうんですかね、キャッチーなフレーズをやっぱそれぐらいね、みんなにちょっと分かりやすく浸透したりとか、そういう部分ではやっぱり、ちょっと違う方向で沖縄見てもらって、もうちょっと、沖縄のいいところを伝えればいいのかなとは思うんですけど。そうですよね。そういったところをやっぱりガンガン、いいところをやっぱり伸ばしていきたいんですけど、うん、ただもっとやっぱり謙虚に、
そして、相手に対しての口の利きようというのをもう少しきちんとやらないと、うん、言霊っていう言葉があるんですけど、言葉には魂が宿るんですよね。はいはい、それが、自分より、目上の人とか、一番結局外から入ってきてる人間じゃないですか。うん、それをね、地元の人を上から目線でね、誹謗中傷したりとか、決めつけたりとか、うん、デマだデマだってね、触れ回ったりとか、ね、小さな女の子を連れ回したりとかしたら、やっぱアウトですよね。うん、はい。まあでもね、本当にもう少し、成長すればいい若者になると思うんで、私は今後やっぱり期待をしていきたいなと思っていますけど、しかし、さりげなく BGM がさっきからクリスマスパーティー聞こえてますクリスマスの話とかわざとやってるわけじゃないんですけど。本当だ。なぜか突然クリスマスバージョンの BGM に切り替わったっていうことで、やっぱりこれも HK さんのたたりですね。たたりだと思います。では、ここでね、そういった変なところだけじゃない沖縄をちょっと今日はご紹介したいんですけど、実は今日はキコちゃんが、はい、はい、今の沖縄の旬をね、はい、ご紹介していただけるということで、はい、はい、これで今日は、はい、何を今日はご紹介いただけるんでしょうか。そうですね、はい、まあ、今季は、結構ちょっと沖縄天気がちょっと荒れてまして、で、冬は、特に寒さもなく暑かったんですよ。で、まあ、突然急に雨が降ったりして、あれ、誰かさんちょっと車洗ったのかなとか、そういうことは、まあ、置いといてですね。はい。じゃあ、今回はですね、はい、まあ、今年ちょっと冬が暖かかったっていうことで、ファインが、石垣西表島、石垣島西表島から中心に、結構先月からファインがちょっと、結構平年よりちょっと多いかなっていうぐらい結構出てきてるんですよ。はいはいはい、で、まあ、以前ちょっとこっちでスナックパインをちょっと伝えましたけど、まあ、これも後からスナックパインも、まあ、紹介するんですけど、はい、ピーチパインっていうパインアップルがありまして、これパインっていうのはいろいろ種類があるんですか？そうですね。昔は通常の輪切りにして食べる。はいはい、パインがあるんですけど、はい、これをちょっと、まあ、みんな、まあ、この、まあ、十何年間間に、結構、ありました。このピーチパイン、桃のようなパイン、ピーチパインっていうのを今、まず、ちょっと紹介しますね。はい、ピーチパインですね。はい、桃のようなパインですか？そうですね、面白いですね、なんか。はい。はい、香りも強くて、桃の香りがするっていうことから、ピーチパイン。パインが桃の香り。はい、HK さん、桃大好きですよね。本当ですか？はい。曲線が好きらしいんですよ。曲線が好き、はい。曲線が大好きです、はい。自分も男ですから、そういうのは大好きですよ。はい。かわいいパインですね。これですね、ピーチパイン。ちょっと今ラップであれしてますけど。はいはい、顔の方は、まあ、こういう緑で。で、色がどんどん出てくると、こういうふうに赤くなって、で、桃のように、まあ表面が赤いのと、で、中を切ると、このように、通常はパインって切ると黄色い果肉なんですけど、はい、これが白っぽいんですよ、こういうふうに。真っ白なんですよ。はいはいはい。で、まあ今これ見せて、切ったやつがこれですね。で、皆さん期待されている通り、今、HK さんが食をして、食レポするっていうことで、はい。じゃあどうぞ。まあ真ん中の部分が、甘いって言われてるんで。ね、真ん中が甘いんですか？まあ、ちょっとやっぱり中心になるんで。おお。普通パインっていうのは真ん中の芯の方がちょっと薄かったりするんですか、ね、うん、芯も大丈夫ですよね。ピーチパインは。はい、芯も食べられる。スナックパインも芯食べれるんですけど、はい、もうここ数年の間ピーチパインも芯もちょっと柔らかくなって、芯も食べてもいいっていうことになってますね。はい。いろいろ品種改良されてるんですね。はい、では、HK カメラさん。どうですか美味しいです。はい。じゃあ、普通のコメントいただきました。はい、ありがとうございます。もう少しさ、すごい香りがいいですね。と、それ以上に、なんか、味の方が、この口の中に入ってきた、どうのこうのうんちくいうのが普通じゃないですか。なんか、ちょうど、
なんか桃とパインがなんか混じってる。ああ、はい。一緒に、あの、二つを一緒に食べれる、得したみたいな、そんな感じの、はい。舌触り。はい、じゃあ、素晴らしいコメントいただきましたので、あの、今、とりあえず簡単に説明しましょうね。はい。あの、沖縄産ピーチパインは品種名がソフトタッチっていう名前で、あの、出されてるやつで、あの、ま、普通に、あの、このパインを品種改良して、1999年に品種登録されたパインです。はい。ピーチパインは特徴は、香りが強く熟すると、さっき言ったように、あの、皮の部分が赤く、中の果肉の色が白っぽいのが特徴で、この特徴が桃に似ているところからピーチパインと呼ばれています。はい。で、ピーチパインの収穫時期は通常だと、今、あの、石垣西表の八重山地区では、だいたい3月から6月頃。で、沖縄本島北部、あの、金とか、あの、東村とか、やんばる地区の方では、だいたい5月から7月頃で、あの、で、まあ、目安に出てきます、ね。うんうん、で、まあ、あの、まあ、ちょっとあの、販路拡大とか、あの、ちょっと周期ずらして、あの、早めに収穫したりとか、そういう部分もありますけど、まあ、あの、まあ、個人的にはですね、ピーチパインっていうのは、あの、真夏の時にも出てくるんですけど、熟すとですね、結構、あの、暑さに弱いので、はい、まあ、できたら今、まあ、こういう涼しい時期、だいたい4月からだいたい6月を目安にお勧めしてますね。はい。はい、ありがとうございます。早速、あの、ネットアシスタントの皆さんから、まあ、コメントというか、いろいろ評価が来ておりますけど、ラジオネーム、カータンさんから、申し訳ないが、期待できないし、食レポ。いいコメントですね。はい。はい。そして、ラジオネーム、ダッテンさんからのメッセージ、コメント普通回答。はい。そして、いつもあの、来ていただいております、太田さんから、食レポとしては不合格ですね、と。はい。そして、玉猫さんは結構辛辣なコメントが来てますよ。すいません。それなら幼稚園でもできますと。いや、きつい。きつい。きつい。これはきつい。そして、ラッテンさん、ラジオネームラッテンさん、HK さんの食レポコメント、却下と。切らされた。いや、あの、まだチャンスください。スナックパインがあります。はい。はい。これはなんでスナックっていうんですか？スナックパインはですね、はい、あの、まあ、この、これ今写真、今こういう風になってるんですけど、まあ切る、まあどっかお尻か、まあ葉っぱの部分切って、はい、こういう風に切って、あとはですね、こうやって指を引っ掛けるようにちぎって、こういう感じで取れるんですよね、こういう風に。おお。取れることから、まあ大体みんなスナック菓子のような感覚で食べる感じでいただけるやつなんです、ね。こう虫に取っていくような感じなんですね。そうですね。はい。これ、女性でも簡単に取れる、ね。あ、もう大丈夫ですよ。はい。じゃあこれ、はい、じゃあ。虫ね。もう、虫してもいいし、もう。丸かじりはするんだよ。ああ、いや、それしてもいいよって言おうとしたけど、今。うん。あ、ほうほう。なんか、蒸しるときいい音がするんだけど、食べるときは。もう。はい。うん、かまごと行こうか。どうですか本当に顔が食べちゃったパイン蒸しって食べるっていうのも初めてなんですけど、はい、あ、はい、これなんか、うん、スナックって言うんだったらもうあうまく自分なりに切ってやったらなんかまたそれはそれで美味しそう、あ、もうそれもそれでもいいと思いますよ。だいたいあの4等分にしてあとはもうね、あのちぎって食べる感じでもいいと思います。そのなんか切れ込みとかに、はい、このくぼみとかに沿ってなんかあのさ、一言俺コメントしていい？あの包丁で切って食べるんだったら何もスナックパインじゃなくていいんだよ。ね、普通のパインなんて売ってるじゃん。あの東村のやつ美味しいし、公開説教されてあのね皮のとこ削いでトントンと切って食べればそれでいいんですよ。はい、なんでわざわざスナックパインかっていうと、このちぎって食べるっていう楽しみがあるのに、うん、それを君スポイルして、普通のパインのように食べようなんて。
ちぎった時のことっていうのがなんか、それもなんかすごい新鮮だなと。はい。さっき言ったこと違ったけどさ。はい、早速ね、ラジオネーム、ホルスタインさんからメッセージが来ております。はい。はい。匂いとか食感とか、食べる前にも喋ることあるだろう。はい。そして、ラジオネーム、カルガモさんから、スナックパインの存在を否定してるんですかと。もうきついこと言ってばっかりしかも。いや。うちのネットアシスタント結構辛口ですよね。厳しく見てますね。で、実際に、チケイさん、味とか香りとか食感っていうのは、どんななんですか？味。はい、ありがとうございます。自分で食べたのにわからんのか。甘さとなんか酸っぱさっていうのが、ちょうどいい、はい、いい、ま、なんていうんですかね、組み合わせ。結局ちょうどいいってことなんじゃないの？まあ、あとはもう、スナックパインの商品説明すると、まあ、スナックパインっていうのは大体品種名がボゴールっていう品種名で、まあ、今、やってると、皮の節目の部分から手で引っ掛けながらちぎって食べるのが特徴のパインで、で、まあ、なんでスナックかっていうと、スナック菓子のように食べれることからスナックパインと名付けられてます。で、あと、これも芯まで食べれますので、よかったらよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、今、ひこちゃん、時期的に旬なのが、こういったピーチパインとかスナックパインが時期なんですね。そうですね。今、そうですね。今、出て、はい、まあ、5月、6月と、徐々に出てきます。これ、はい、例えば、県外の方が購入したいっていう場合でも、はい、購入はできるんですかね。あ、大丈夫ですよ。はい、今説明します、ね。はい、ごめんなさい。やっぱりこういったパインなんかはね、はい、ちょっと食べる時期外しちゃうと、そうですね。美味しくなくなったりするんですけどね。はい。はい、はい。まあ、お店の方はですね、那覇市にある国際通りの方から市場本堂に入りまして、右側に公設市場っていう建物があります。そこから右に曲がって、まっすぐ行くと、新庄商店がありますので、住所の方は、沖縄県那覇市松尾 2-11-17、電話番号が 098-863-5557 です。はい。で、Facebook もページありますし、もしメールとかで注文する場合は、ホームページ、新庄商店313で検索すると出てきますので、よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい。ラジオネームカーターさんから、新庄商店でぜひ検索してくださいということですね。あ、ありがとうございます。今日またネットでこの放送を見てる方々も、はい、沖縄のね、はい、お店はこういう感じでやっております。いつもお店ですね。はい。はい。はい、もう沖縄の本当のその旬な、まあ、果物をいつも準備しているお店ですので、ね、はい、皆さん新庄商店、特に沖縄県内の方々もこれから、ね。そうですね、パインの他に、まあ、夏になるとまたマンゴーも紹介していきたいなと。美味しいですよね、はい、マンゴーもね。はい。はい、で、あと、まあ、来月になると、まあ、こっちでまた紹介できたらなと思うんですけど、パッションフルーツっていう、果物がありますので、またこれもまた。ああ、前にいただいたやつです、はい。美味しかったですよね。はい。もう香りも良くて、はい。はい。さて、ラジオネーム、ボギー中佐からメッセージ。せっかくひこちゃんが果物を持ってきてくれたのに、食レポで台無し。いやいや、もう予想してました。はい。はい。もう予想通りの結果でした。大丈夫です。それは。はい、食レポ終わった後は、スマホをいじってるっていう。そう。いや。やっぱり、比嘉耕作さんは、食レポよりも、おきさ用の食レポが向いているのかな。もちろん。これはもちろん。今日の皆さんメッセージ、すごい、ビシビシ。ですね。はい。それと、ひこちゃん、中佐から質問が来ております。はい。5月のゴールデンウィーク頃のおすすめの果物は何でしょうかね。あ、そうですね。5月でしたら、まあ、今紹介したスナックパインとか、ピーチパインと、あとまあ、今さっきも触れたように、パッションフルーツが、まあ、今週ぐらいから結構量出てきてるので、まあ、これもおすすめできたらなと。パッションフルーツも出てきたわけですね。はい。はい、まあ、私、自分で前パッションフルーツ、中の種を植えてみたら、芽が出てですね、はい、もっさりもっさり生えてるんですよ、今。はい、で、
花は咲くんですけど、なかなか実がつかないという、不思議ですね。やっぱり、そういう花なると、やっぱ受粉とかそういうのが必要になってくるんですね。いろいろ必要なんでしょうね。それとあと、ひこちゃんのところから買ったマンゴー。はい。前にあの、種植えたら、マジに生えてますよ。はい。あの、ムサムサ生えてますし。いやー、本当にあの、前にスーパーで買ったアボカドも、種植えてたら芽が出て、大きくなってるし、不思議ですよね。はい、そろそろ、テドコン農園が始まるんじゃないですか。で、調査からもらったあの、銀杏の実も、あの、わざと食べないで植えてたのが、今葉っぱ出て、おー、はい、すくすく育ってますからね。銀杏だと、こっち、なかなか流通してないですからね。ないんですよね。結構あの、まあ、一部のところではもう、やっぱり、まあ、ちょっとした箱に入ってもすぐ1000円以上はついてますから、ね。話すんですか？銀杏は。いや、でもあれ、現物ってすごい、生の時臭いです、ね。そうですね。あの、匂いしますよ。猫のなんか踏んだような。いや、そこは振ってないです、俺は。ちょっと、ただ匂いが、あの、独特な。でも、種だけはね、あの、綺麗に洗うとなんか、ピスタチオの殻のような種になってて、それをね、あの、煎ると、また中に美味しい緑色の中身がありました。これがうまいんですよね。ちょっと甘苦いというか、なんていうか。結構やめられないですけど、HK さん食べたことあります？ないです。ない。ああ、銀杏は確かに沖縄県民はあまりないですよね。結構いい高級食材だったりしますからね。そうですね。もうやっぱり沖縄でもやっぱ日本料理屋さんとかあるんで、多分そういうところぐらいしか銀杏はちょっと扱わないと思います。そうですよね。まああんまり沖縄では食べるっていう機会もないですし、そもそも木が生えてないですからね。でも沖縄で銀杏の木が生えたらすごいですね、高さん。はい。銀杏ってあったかいところってそんなに育たないっていうイメージあるんですけども、大阪、例えば西村慎吾先生。はい。はい。西村慎吾先生は、あの、司法試験受ける前の時期、結構銀杏に思い出があるっていうふうに、あの、ホームページに書いていたことがありましたね。はい、ありがとうございます。さて、早速来ましたよ。はい。これは、タカさんに読んでもらいましょうね。自分に来るということは、はい、あの方からのメールから。おぎりさん、八百屋の彦さん、タカさん、そして、八百屋の片隅で、八百長生媒をやらかして、ヒコさんから弟子入りを破門された HK 八百屋研究会の裏闇将軍、ヤミー成敗さん、こんばんは。本日は出先から失礼します。関東の富士です。はい、今日、某、関東さんのツイッターが凍結されたとのことを、何があったのか知りませんが、はい、書いてはいけないことを書いたのでしょうか。リクエストは、沖縄喧嘩を HK ヤミー成敗さんの発表下でお願いします。却下は却下します。何を思ったんですか？インターナショナルですか？まず、座り込めるか。なんすか？だから、沖縄喧嘩。沖縄喧嘩。あれじゃない、座り込めじゃない。違う。本番もう笑って、これ、本番中だろ、ね、君、本番中で人じゃないまさかあの、笑っているしとか歌い出すんじゃないだろうね笑っているしていやいいですよ、座り込めでも座り込めはい、どうぞ座ってる、ここで無茶なリクエストが聞いたけど、答える、難しい。なんてそんな。やっぱり。全然替え歌になってないんだけど、これ。地上波で流すレベルじゃないよ、これ。君。失礼しました。はい。なんかの三振みたいですよね。そうですね、なんか。あの、ネットオークションでうん十万円で売りつける人が作るような三振の音みたいな。いや、そう、まあ、ちょっと何、まあ、ちょっと、そう続きなんだけどさ。
まあ、まあ、としか言えない。どこです？沖縄県か知ってるの君。どんなだっけなって。どっかで聞いたことはあるんですけど、県かとちょっと、沖縄しかと那覇しかなんか、ちょっと混ざってて、うん、どれがどれだったんだろうっていうのが、うん、ちょっと今思ってるところです。なんか、話の内容が全然わかんないんだけどさ。どれがどれだったんだろうっていうのがちょっと今、わからなくなってました。俺、君が喋ってることが全然わかんない。わからない、わからなかったです。いや、メインのとこ座ってるといろいろ見えるんだけどさ。今日も結構飛ばしてない？いやいやいや。それとも、今日は特別な日だから、タカさん喜ばそうとしてるのかな？いやいやいや。まあ、誕生日プレゼントっていうか。またなんでバリするんだ。なんでバリするんだ。やたら沈黙するな。それはな。いつも通り一回やろうと思ってる。まあ番組の、まあまあ、番組放送前あんだけ張り切ってたのに、今日はあれあれ喋ろうってさあ。そう。いや。いや、マジで来ました、うん。もうフリートークですね。フリートーク。はい。うん、本当にまあ、フリートークでまあいいでしたらね。まあ、まあ、また、まあ、今度の週末また選挙があるんですけど、まあ、いろんな、うん、いろいろな、ポスター、なんか、女の人が、いろいろ社会進出とか、頑張ってる女性を、差別するようなポスターが出てると。まあ、もうね。で、それが、うん、私が見た限りでは、県内の3つの新聞が取り上げたと。うん、なんか、そのうち、1つの新聞は、なんか、写真は載ってたけど、ちょっと中途半端な写し方をしてると。新報さんじゃないですよ。八重山日報さんでもないですよ。まあ、どことは言いませんけど。あ、こうやってやるんだったら、まあ、まあ、ちゃんと分かってるんでしょうか。ネットでも 出回ってるのに。なんでそれをいちいち隠すんだろうって思いますね。で、まあ、隠すっていうのはやっぱり、なんか、忖度とか、なんか働きかけがあったのかなって、勘ぐっちゃいますね。うん、なぜ、なんか、ある方と関係があるらしいですからね。まあ、誰とは言いませんし。うん、まあ、新報じゃない、やや文法でもない新聞社とだけは言っておきましょう。はい。はい、じゃあ、言いたいことはこれっていうことですね。まあ、はい。ちょっと いろいろ言いたいんですけど。あ、まあ、まあ、もう、ここがあれでしょうね。全然意味が分かんなかったですね。まあ、いつものワンパターンだと思うんですけど、はい、いやー、しかし、HK さん、はい、何が言いたかったの？結論としては。結論としては。例 あのポスターなんですけど、女の人をなんか侮辱するようなポスターが中部に貼られてるんですけど、それを県内の3つの新聞社が取り上げたんですよね。で、そのうち一社の取り上げ方が、なんか、女性は帰れって、女性は台所に帰れって言ってる部分を隠してやってたと。え？マジ？台所へ帰れっていう部分を隠してたんですよ。新報さんではない、八重山日報さんでもない新聞社ですね。
そう言ったら分かっちゃうさ。いや、あえてどことは言わないです。いや、どこと言わなくて分かっちゃうじゃん、初期法で。まあ、ね、もうこういうのはもう。こういうのはもう、多くの人が見て分かってるのをなんで隠すんだろうなって。うん、まあ。よく思っちゃいましたね。うん、まあ、思っただけの話だからね。うん、もう、あとは。あとはもう。皆さんが判断して、はい。まあ、女の人の、意見とか、声とかに傾けていくっていうのも、政治には求められるんじゃないかなと思いますからね。うん。つっか、マイク入ってないんだけど。もう、あれ？はい、ここからはですね、今、途中で音声切れましたけど、切ったんですけど、何を言ってるんだかっていう。こちら今日の一番大事なイベントでございます。実は今日は高さん、昨日がね、高さんの運十運歳の誕生日でございまして、今、スタジオの方にプレゼントが届いております。はい、はい、BGM はスティービーワンダーのハッピーバースデーをおかけしております。改めまして、高さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに、さっき BGM なんですけども、同じ誕生日ソング流れてましたね。森高千里さんの。はい。さりげなく流してたりするんですよね。はい。はい。そういうとこは細かいですよ。さてさて、高さん、先ほど誕生日なんで、私の方からプレゼントを一つ、はい、お上げしたいと思います。はい。これ、寄贈品なんですけどね。さあ、何だと思いますか？わかんない。実は、これでございます。トン。ああ、なんか、にわかせんべい、あ、こんなのあるんですね。にわかせんべいの香りの、なんか、ポーチみたいなの。ああ、財布ですかね。たまに、小物入れみたいな感じで。せんべいに入った、お面みたいな。そう。それがポーチになってるのがありますね。これね、面白くて、買ってきて飾ってあったんですけど、これ、タカさんにあげなきゃということで今日持ってきました。おー、ね、はい、どうですか、タカさん。いや、これ、結構貴重ですよ。あんまり、売ってないんじゃないですか、沖縄では。沖縄ではまず売ってないんですよ、ね。ないですし。どっかのモルゲスヨが仮面に貼り付けてる。これぜひまた、タカさんなんか、スマホで見れて、はい、持ち歩いてください。はい、こんなの持ってあると相当目立ちますからね。目立ちますか。はい、それとなんかケーキも届いてきてるようでございまして。はい。はい、本当に中佐からのプレゼントですね。はい。なんかメッセージとかついてます？メッセージではなくて、ケーキにメッセージが入ってます。はい、ちょっとラジオなので、ちょっと画面見せられないんですけども、はい、まあ、表彰状ということで、はい。はい、あなたはこの度、平成31年4月某日を待ちまして、某日かなっていいんですけど、まあいいですか。お誕生日迎えられましたことを、まあ、ここに表彰します。今後ともラジオワンヌーウムイ、ラジオ水曜チュアチュア作戦でのご活躍をお祈りしています。という。嬉しいですね。はい。で、しかも、この表彰状に、なぜかモルゲスが映ってるって。あー、芸が。もう、さすがですね。細かいなさすが中佐だ。しかも、モルゲスに、にわかせんべいのお面をつけた時の、あれが映ってるっていう。完璧ですね、これ。もう、中佐さすがですよね。職人ですね。今日ね、せっかくだから、ヒコちゃんと HK さんと私3名で、ハッピーバースデーをね、歌って、ちょっと、タカさんのね、誕生日をお祝いしたいと思うんですけど、HK さんいいですかね？はい。君のさっきのでも歌唱力だとちょっと心配。いや、俺も心配、俺も自分も、下手くそだから。いや、でも、ね、こういうおめでたい時にはみんなで歌ってやっぱお祝いしてあげるっていうのがいいと思いますんで、行きたいと思います。せーの。ハッピーバースデー to you! ハッピーバースデー to you!ハッピーバースデー、ディア・タカさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。ありがとうございます。いやー、いいですね。こういうのも。まあ、HK さんの時は、ゆきんちさんから素敵なプレゼントがあるんですね。はい。はい。まあ、タカさんには、2000円持ちが来たということでありまして、ぜひ。ケーキも家に持ち帰って、タカさん、十分堪能していただきたいと思います。はい、また、表彰状もなかなか
粋な表彰状でね。本当そうです。はい、本当、高さんは本当に、ね、あのね、もう、ギギノワンでもラジオもされてて、本当にご活躍は本当にすごいと思います。いやいや、まだまだよ。はい。本当に。さて、ラジオアシスタント、ネットアシスタントの皆さんからもたくさんメッセージ。中佐から、こんな大事な時間でもスマホが手放せない。誰のことなんですかね。はい。それから、中佐からケーキ、動画に映せませんかってことなんですけど、映せますよね、高さんね。カメラ移動すれば映せるんですけど、ぜひ皆さんにそのケーキをお見せしたいっていうリクエストがありますので、こちゃんとちょっと移動してから、ひげさん、見せてもらえますか。はい。おお、まあ、気をつけないと。いや、すいませんね、視聴者の皆さん。これ生放送、ね、生放送。それも、はい、あ、なんか表彰状みたいな。あ、はい。すごい。ケーキにも、ケーキにも、モルゲッソさん。これ、タカさん、ケーキですか、これ。みたいですね。はい、ラジオアシスタント、ネットアシスタント、浮世の月さんから、わらわらわらと来ております。いや、これ、表彰状のケーキなんですね。いや、これすごいケーキですよ。常に思うんですけど、中佐はケーキ屋さんどこで頼んでるの？こういう。すごいですよね。このセンス結構いいですよね。本当ですよ。本当に素晴らしいなと思いますけど。いやー、でも本当に、高さん。興味深い。最高じゃないですか。うん、はい。すごい。やったやったすいません。あいやー、本当にね、タカさん、まあ、ささやかではございますけど、お誕生日誠におめでとうございます。いや、しかし、うちの番組、地上波平気でハッピーバースデーをパーティーしますから。まあ、コメントが少なかったからといって、デコピンする番組よりはいいんじゃないかなと。そうですよね。まあ、もう今はなき。本当にね、沖縄っていうのは、もう政治的な嫌なものばっかりじゃなくて、いいこともたくさんありますんでね。そうですよ、本当に、うん。それをやっぱりこれから見つけて発信をしていくっていうことも大事です。はい、それとあとね、もう、何でもかんでも、反基地とかね、反米とか、反エヴァ政権も、とにかく何でも反対すればいいって、毎日眉間にしわ寄せるんじゃなくて、もっと、人生楽しんだ方がいいんですよね、はいはい。沖縄のいいとこ見つけて、マグンチャーターと一緒にね、川に行って、グッピー取ったりとかね、海に連れてって一緒に魚釣りしたりとか、砂浜で貝掘ったりとか、そんな方が自分はもうもっともっと長生きできるし、子供たちにとっても、ね、おじいちゃんとそういったことをやった、貝取りに行ったよっていう思いでできると思うんですけどね、うん、自分のおじいが、基地の前で覆面して会うってやってましたから、もう、最悪ですからね。うん、はい。そういったところはぜひ、ね、県民の皆さん考えてほしいし、とにかくね、もう、基地反対、基地反対って言って、これ、やってる人たちに権力握っても、沖縄ってのこの4年半何も良くなってこなかったんですよ。うん。ね。はっきり言って、景気も良くならない、生活も良くならない。ね。反対反対って言ってる人たちはなんか、働かなくても生活できたりして不思議なんですけど、うん、一般庶民は共働きしないとね、生きていけないのが多いのにね、そんな中で反対だけで飯が食えるなんてとんでもない話でございまして、うん、とにかく反対じゃなくて、何をしてきたか、何がこれからできるのかっていう、そういう前向きな提案をする人たちをどん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 私はやっぱりね、政治家になってもらいたいなっていうふうに思うんですよね。反対っていうのは政策じゃないですから。ただの意見ですから、ね。そう。意見だったら別に政治家じゃなくてもできるんですよ。本当に活動家でもね。やっぱり、なんつうのかな。やっぱりいろんな考え方を持ってる人もいっぱいいて、やっぱりそういう政治とか、まあね、出てきたいけど、まあなかなか出てこれない人も本当に世の中いっぱいいますからね。本当に。それはもうやっぱ沖縄にも、そういう人材はいるんですけど、やっぱりなかなかそういうのが、やっぱなかなか出てくる機会が少ないっていうのもあって、
そういった人たちもね、これからどんどん出てきてほしいなと思います。まあそうすれば、無投票で当選が決まるっていうケースも減ってきますよね。うん、今回、まあ、内地の方では統一地方選挙を行われておりまして、今、市町村議会の、まあ、選挙の真っ只中なんですけども、なんか市町村議会選挙ですともう2割以上が、まあ、無投票で当選っていう、そういったニュースも見かけましたので、うん、やっぱりもっと政治家になりたいっていう人、立候補したいっていう人が立候補できやすい、まあそういった環境を作ることが大事だと思いますね。うん。まああと、まあよく言われることなんですけども、例えばタレントが政治家になっちゃいけないですとか、なんかスポーツ選手が政治家になっちゃいけないっていうふうに、下り顔で言う人がいるんですけども、自分ってそれってどうなのかなっていうふうに思いますね。まあこれ、そんなこと言ってしまうと、まあひたしたら職業差別になってしまうので、まあ前の職業は何であっても、うん、例えば、今までどういったことを、まあ、その職業の中でやってきたか、まあ、これから政治家に会って何をしたいのかを具体的に分かりやすく説明できる人、まあ、そういった人であれば私、前職が何であっても政治家を目指していいと思うんですね。うん、まあ、例えば某市議会議員のように、まあ、交代して以下にスパナを投げつけたとか、投げつけ逮捕されたとか、まあ、そういった経歴がなければ、私はどん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 立候補していいと思います。うん。全く。HK さんもどうですか？でも、まあ、そもそも、日本にはもう職業選択の自由があるから、誰がどういう仕事を選択するか。まあ、政治家っていう選択肢も全然悪くないわけであって、うん、まあ、じゃあ、これまで、タカさんが今言ったんですけど、何やってきて、どんなことをやっていくのかとか、政治家経験してきたから、方とかは、これまでこういうことをやってきたから、さらに、どういう方向を目指したいとか、それをなんか、有権者に、ちゃんと説明して、まあ、納得してもらって、票が得ればいいんじゃないかなって思いますけど。はい、ありがとうございました。まあ今ね、これからどんどんいろんな選挙来ますけど、その候補者がね、今まで何をしてきたのか、どのような実績を残してきたのか、そしてこれから何をね、なそうとしているのかっていうことをぜひ、投票の際の参考にしてほしいと思います。そして、まあ、私がね、もう一つやっぱり非常に気になるのは、過去にやっぱりどのような言動をね、してきたのか、ね、はい、それをやっぱり都合が悪いからといって消したり、ね、それを見つけた人をブロックしたりとかしてやるのは、私はこれはやっぱり政治家を目指す資格はあるのだろうかなんてやっぱ思ってしまうわけなんですよ。はい。はい、ですからこういったところもね、新聞なんか決して報道しません。ですからぜひね、多くの方々が、来る選挙ではその候補者の名前を入れて検索をかければ、過去の言動などがたくさん出てきます。そういったのを見てね、その候補者がどんな人なのか、ね、どんな人格を持っているのか、ね、そしてその人を応援しているのがどんな人たちなのかを見定めて、投票に行くっていうことをね、やっていただきたいと思います。はい、何よりも、ね、この曲じゃないんですけど、嘘をつくのはダメですね。はい、嘘。ね、君が嘘をついたという曲流してます。とにかく嘘をこくのは私はダメだと思いますんで、人間正直が一番でございますよ。はい。そして、過去に言ったことを隠すこともやっぱりダメじゃないかと思っております。ということで、本日の、ワンノミ、これにて終了させていただきます。皆様、50分お付き合いありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、先生、またよろしくお願いします。はい。失礼します。お疲れ様でした。はい。12ね、キロね。お願いします。もうどんだけ我慢する、最後知らせるんですか。いやでしょ、君が嘘をついた。ダメよ、嘘は。嘘ダメですからね、嘘は。ね。風船も、いい風船と悪い風船があります。はい。いい風船と悪い。いやはい、あとはじゃあ、HK さん。はい。今日は、タカさんがいいかな、誕生日だから。おぉ。放送に流れないから、固有名詞とかもありですよね。一応、名誉毀損ならんよね。まあ、誰とは言いませんけど。博多にかま。はい。
これやるの？君でも最近モルゲッセオも持ってこないし。あれも持ってこないじゃん、パンツも。パンツどうしたの？パンツ。パンツかぶってるの？すごいって聞いた。いやいやいや。パンツはかぶらない。あ、かぶらないの？お、落ちたらかぶらない。かぶらない。ああ、そっか。え、どんなパンツ？HK カメル。あ、HK カメル。黒いレオタード、なんだったの？あれは、あれじゃない。やらない、やらない。あれはやらない。一応、お家で、あれ、裸だって一応、ちょっとやってみたことはない。ない、ない、ない。一応、あれ、際どいよな、一応。あれは、中佐が持ってきた、際どいよね。あれは、本当に。あれはもう、なしでも、ちょっと難しい。結構、ちょっと厳しい。あれは、どこに置いてるのもう、ちょっと隅っこの方に。じゃあ、選択してんの、ちゃんと。てか、あれは、着たことを、来たことないから、ダンスの隅っこに置いてるのって聞いて。変態前、パンツかぶってたよ。超前、洗ってからしまって、おい、どこに、超しまったままなってますね。高さんこれ最高ですね。うん。後でまた写真撮ってから、載っけてくださいね。これも飾れますよね、部屋にね。いや、これもありがたいですよ、本当に。すごい、すごいこれ、写真のこのセンスも最高なんですよ、これ。でもこの、モルゲッセでこれをくっつけたっていうセンス最高だね。本当にうまいよ。あ？いや、感謝状のケーキか。すごいな、あるんだな、感謝状のケーキ。これ写真を入れたのがモルゲッセよっていうのがね。うん。初感じはだって最高だと思うんだな。ねえ。HK さん、パンツ患者。いやはい、パンツ患者。いやー、でも HK さん、今週末には、すごいイベントしましょうね。内緒だけど。あー。はい、内緒に。内緒。ははは。ね、今日は、キャスト見てる皆さんもいらっしゃると思うんですが、週末に、はい、HK さんと結構派手なイベントかましますんで、楽しみにしててくださいね。ドッカーンってやりますよ。ドッカーンと。何をやるかはその当日まではちょっと言えないんですけど、ドッカーンと行きますな。はい。お前主役だよな。ええー。脱ぐなよ。タスキやるの？私が主役ですっていうタスキ。裸になってお前自分で刑務知ってアガーとか言うなよ。そういうネタあったの？そういうネタやったの？あったの？そういうネタ。今初めて聞いたけど。じゃあ、HK さん、はい、最後、はい、決めてもらいましょうか。いや、もう、まあ、本当、選挙って、人が候補者を選ぶ。その候補者は何をしてきたかっていうのが本当に重要で、もう本当に自分の過去に言ったことを選挙のが近づいたからって言って消すってことはまた過去の発言を消したっていう事実が積み上がるだけで、それはあまり良くないことだと思うんですよ。はい、ありがとうございました。早。はい。じゃあ、ひこちゃん、思いっきり、はい、お店の宣伝と、全国の方々へのセールスをお願いします。はい。はい、新庄商店は、那覇市松尾2-11-17に、あります。簡単に言えば、牧師公設市場の裏手の方にありまして、電話番号の方は0988635557です。Facebook ページもありますので、よかったら注文お願いします。はい。あとは、ホームページもありますので、よかったら、こちらの方もお願いします。大体新庄さんの店オープンして創立何年ぐらいですか？はい、そうですね。一応もう23年目。もう老舗ですね。まあ親父のまあ今もう亡き親父の代からですので。はい。はい、ぜひ全国に沖縄のね、
魅力であるそういった旬な果物をどん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 届けて、そうですね、沖縄はいいとこなんだよっていうのをね、ぜひ新庄さんの方でも発信をしていただきたいと思います。そうですね、もう最近もそういう機会もなんか減ったような気がしてるので、はい、はい、少しでも、はい、ありがとうございます。そして今日最後にね、タカさんが、はい、はい、タカさん今日誕生日なんで、はい、昨日ですけどね、昨日だ、はい、メッセージ、お祝いメッセージをくださった皆様ありがとうございました。ぜひともまた、ワンヌームイ水曜キラキラ作戦、そしてボギーチャンネルをよろしくお願いします。はい、ということでね、今日の、2部の、ボギーチャンネルいかがだったでしょうかね。いろいろ、まあ、いい話、厳しい話、光線法に触れないように地上波で喋るって大変なんですよ。はい、ね、さりげなく音楽で君が嘘をついたとか流すんですけど、誰が嘘をついたんですかね、HK さんね。誰とは言わないんですかね。誰とは言わないんですよ、ね。誰なんでしょうね。まあ、まあ、エプリルフールも最近だったので、ついた人多いでしょうね。そうですね。まあ、そうですか、ね。ついつい出来心かもしれませんしね。うん、まあ、でもこれは後になってきちんとやっぱり追求されるべきだと私は思っております。ということで、本日の放送、これにて終了させていただきます。すると、重ね重ね、高さん、お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあまた皆さん、はい、来週お会いしましょうね。ごきげんよう。はい、ごきげんようってこれ。